日踊山トンネル日踊山有料道路は東京都八王子市内を走るかつての一般有料道路である。2007年に八王子市に移管、無料開放された。八王子市街地の大和田町から小宮公園の下を日踊山トンネルで抜け、梅坪町の新滝山街道に至る。八王子市移管後の正式名称は八王子市幹線1級49号線。 都市計画道路としては3.547大和田梅坪線となっており、移管後も通称として日踊山道路の名称が使われている。八王子市は東西を国道20号、南北を国道16号が貫く東京都西部の交通の要衝となっているが、八王子の市街地と市北部との間には日踊山がありそれぞれを行き来するには、 市中心部西側を経由する国道16号の、原動化東部の国道16号八王子バイパスの、いずれかに迂回する必要があった。これを解消するため、日踊り山有料道路は、駅前通りから、左入り交差点西の滝山地区をダイレクトに結ぶ道路として、建設された。なお、都市計画変更時に、東京都立、小宮公園の中央を通過する大部分を、 トンネル構造に変更された。国道20号や八王子市街地から道志北部や隣接市の秋篠野市、秋島市方面へのアクセス道路としての機能を持っている。2001年に有料道路として供用開始された。有料道路区間のほとんどが日踊山トンネルで占められている。自転車並びに歩行者の通行料金は開通当初から無料である。全線が 東京都道166号水保、飽きるの八王子線に属していた。道路線の共用開始と同時に、有料道路区間の起点から国道20号交点までの区間も道都道に指定された。中央自動車道八王子インターチェンジのランプ直下を通過するが、直接は連絡していない。交通量増加による収支改善のためにランプ増設が検討されたが、 実現しなかった。開通時データ通行料金供用開始から営業終了まで途中二度の割引キャンペーン期間を除き通常料金に改定はなかった。通行料金2007年6月1日から全線無料化されすべての車両が無料で通行することが可能になった。無料開放に伴い旧有料道路区間は八王子市へ移管の上 八王子市道として管理されている。なお、取付道路として、従来から無料で通行できた区間は従来、道理都道としてが管理している。無料化後は、通行量が非常に増加した。また、速度制限や車道、歩道の通行区分に変更はなく、自転車は歩道を通行することとなる。料金所施設は撤去され、白いフェンスがされている。 有料道路時代の料金所日どり、山料金所において料金徴収を行っていた。下記のほか料金所の両脇に原付用のゲートがあった。ETC には対応していなかった。西東京バスの路線のうち、奈良原営業所管轄の一部路線が、この道路を経由する。八王子市中央自動車道、八王子インターチェンジ北地区町づくり方針。 アーカイブド2015年5月5日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、八王子都市計画パンフレット資料編、アーカイブド2016年3月6日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、日踊り山有料道路で、通行無料キャンペーンを実施します。東京都アーカイブド2008年3月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、不能遺産とは、当初計画と実績が大きく乖離し、事業の見直し、 再構築が避けられない懸案を指す。交通量は計画に対して38%、負債残高は70億円とされる。参考アーカイブド2007年8月28日、At the way b ザウェイバックマシン。ありがとうございます。